国立遺伝学研究所は遺伝学や生命科学の研究所で情報・システム研究機構を構成する大学共同利用機関の一つ。静岡県三島市に所在する総合研究大学院大学生命科学研究会伝学専攻があり、大学院教育も行われている遺伝学研究所内に日本遺伝学会事務局が置かれている。2014年度まで 国家事業であるナショナルバイオリソースプロジェクトの事務局も置かれた。国立遺伝学研究所は生命科学分野における中核研究機関として国際水準の先端的研究に取り組んでいる。また、生命科学を支える中核拠点としてバイオリソース事業、日本 DNA データバンク事業、DNAC ン,ング事業を行っている。具体的な例としては、 1950年代から日本の研究者が世界各地から集めた稲や生子を多数保管、栽培しており、栽培種の起源探求のほか、病害や塩害に強い品種改良を研究している。研究所の敷地内には研究用として多数の桜の木が植えられており、市民から桜の名所として親しまれている。桜のシーズンの毎年4月に行われる一般公開は、 多くの人で賑わう。大腸菌から人まで、分子レベルから、生物集団レベルまで、理論から実験まで、遺伝学に関わる幅広い分野で研究を行う。分子進化の分野では、中立説を提唱した木村元夫や、ほぼ中立説を提唱した大田智子らが中心になって、理論研究を進めた。国立遺伝学研究所に、口されている DDBJ では、 延期配列データベースの DDBJ、エンブル、ジェンバンクやドラオを、はじめ様々な研究ツールを無償で提供している。公募時の提出書類として、一般的には2名の研究者の推薦状や連絡先を求められるのに対して、国内、国外、各2名以内の推薦状や連絡先を求められる。富澤淳一所長の時代に、助教授も研究室主催者とすることとなった。 研究室主催者が、定年退官した場合には研究室は解散し、所属する助教などの転出を促すこととなった。国立遺伝学研究所総合研究大学院、大学遺伝学専攻要欄アーカイブド2013年6月26日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、AB、世界中から野生党収集、静岡、国立遺伝二21種1700系統以上。 品種改良液長資源、日本農業新聞2021年4月14日13年、国立遺伝学研究所総合研究大学院、大学遺伝学専攻要欄。ありがとうございます。